まく喋れなくて口内炎ができてるんですよ。そうですか。そうなんですよ。なんで今日ちょっとうまく喋れなくて、はい、ちょっとなんかこう巻いちゃおうみたいな感じなんですけど。大丈夫ですよ、いつものことなんで。なんでよ、ちょっと。おーい、いつもと変わんないですけど。あ、全然気づかなかった。そっか、いつもネイティブってことか。じゃあね、今日今から反撃するよ。反撃、今日のメールのテーマはこちらだよ。どうぞ。イエロー、黄色。はい、今日はイエロー、黄色で皆さんにお待ちしております。皆さんの身の回りの黄色ぜひ教えてください。黄色、はい、これはね理由がありまして。何なんですか黄色って。今日はですね、はい、韓国の記念日で、うん、イエローデーなんですって。知らん。な、知っといた方がいいですよ、高さん。これは日本人なんで知らん。ダメです、うん、恋人がいない、うん、豊さんを含む男性に向けた、うんうん、韓国の記念日らしくて、この日に黄色い服を着てカレーライスを食べないと恋人ができないと言われている日なんですって。すげえ厳しいルールじゃない。そう。できなくなっちゃうの。できないんですって。なんでそんなことせにゃいかんの。だから豊さん、おかしいの、なんで今日黒い服着てきちゃってるんですか。しかも韓国なのにカレー食うんだよ。そうだよ、よくわかんない。あ、そうなんだ、青くそういうのがあるのね。おかしいな、豊さん黄色の服着てカレー用意して待ってると思ったんですけどね。なるほど、そういうのがあるんですね。はい。なので、うん、ね、あの恋人が欲しい豊さんと、うん、今日はイエロー黄色でお送りしていきます、はい、ぜひ皆さん黄色で送ってください。豊さん、ぜひ何かあればどうぞ。黄色でね、黄色で。そっか、ちょっと本当に着てくるの忘れちゃいました、すいません。知らなかったんで。もう恋人作るね、意識がね、やっぱ足りないですね。いやいやいや、必要ないんじゃないかな、別に。はい、必要でございます。それでは時刻は7時29分を回ります。木曜日、今日も一日笑顔で頑張っていきましょう。いってらっしゃい。時刻は7時50分です。おはようめばしからお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村豊です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今日のおはようめばしからのテーマはこちらです。黄色。はい、今日はイエロー黄色で皆さんからメールをいただきます、うん、理由はですね、うん、今日は韓国でイエローデーという記念日だそうです、うん、恋人がいない男性の皆さん、この日に黄色い服を着てカレーライスを食べないとこの先も恋人ができませんよという日だそうです。なんでそんな厳しいルールなんだよ、だからさ。で、今日同じこの日にローズデーだっけな、うん、っていう日があって、うん、それって恋人同士が花束を送り合うみたいな日なんですって、うん、だからその恋人同士が花束を送り合う日と、うん、一人黄色の服を着てカレーライスを食べる日が同じ日っていう残酷ですよね。どういうことだよ。なんか食べたらできますならいいじゃん、まださ。黄色い服を着て黄色い、あ、まあ、カレーを食べたらできますっていうのなら、ああそうなんだってなるけど、食べないとできませんっていうさ、食べなかったらもうこの先できませんっていうさ、すげえルール厳しくない？だって食べたからってできると言ってはいないんでしょ？できる、食べなきゃできないけど、食べたらできるわけでもないんでしょ？そう、それ。なんじゃそれ。めちゃくちゃ韓国面白い。めちゃくちゃ厳しいやんけ。まあ、というわけで、うん、今日は皆さんの周りの黄色を教えていただきたいと思いますが、うんうん、まあ、豊さんとね、同じように恋人がね、募集中の太った塾講師さんから、もう早速ね、いただいておりますよ。何でしょう。彼女が欲しいという気持ちが強い自分くらいになると、うん、イエローデー前日の昨晩からカレーを食べ、うん、黄色い T シャツを着て就寝、うん、もちろん今日の朝食もカレー、うん、今日は仕事を休んだので、うん、黄色い T シャツを着て一日過ごしたいと思います、うん、笑顔のマークをいただきました。あ、だこれもだからさ、さっき言ったようにこれで過ごしたからできるわけじゃないじゃん。できないを回避するだけで、今後ね、なんかさ、きつくない？なんかもう言ってほしいよね。いいよ、だからそれをしてできないは回避できたとね。できる方法をなんかさ、もう一個その救済措置が欲しくない？まあ、それはもうあなた次第ってことですよ。何、超厳しくない韓国。いや、もうもっとないわけ。太っちょさんは最高ですね、うん、もうここまで意気込まないとダメなんだね、前日からもう。だって、うん、でもこれはさ、やってますから。いや、だからこれでできるっていう保証がないところがさ、怖くない、このルール。いや、すごい怖い、この何、やだ、怖。でもほら、これで豊かさよりかもリスナーの太っちょさんの方が先に彼女ができる確率が上がったっていうことですからね。
ね、できる確率は上がってないよね。できなくなないのが回避されてるだけであってできるわけじゃないから、やかましいな。もうこれだからちょっとね、すごいレトリックだと思う。ちょっとずるいわ、このルールは。ちょっとむずい。今レトルトカレーに合わせてレトリックって言ったんですか。いや違いますけど、ダジャレじゃなくて。違うよバカ。まあ本当、あらあら、舌噛んでろお前は。ひどい、こんなに痛がってるのに。ひどいわこの人。さあそれでは時刻は7時54分を回ろうとしております。今日は皆さんからイエローでお待ちしております。皆さんの身の回りの黄色いものぜひ送ってください。今日も熱中症対策しっかり行っていきましょう。いってらっしゃい。時刻は8時20分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と村井高です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ緊急事態宣言についてなんですけど、うん、まあ、群馬県を含む39県で解除する方針が固まっております、うん、で実際今日ですね、政府対策本部で正式に決定すると言われている当日でございます、うんうんうん、はい。で群馬県は昨日も放送内で言ったんですけど、うん、山本知事がやっぱ東京とかにも群馬は近いので、うん、この県の何だろう含めないでください群馬県をっていう、うん、ちょっと群馬県は少し遅らせてほしいっていうね、うん、意見もあったんですよね、うん、なんでちょっと群馬県はどうなるかわからないんですが、うん、一応この群馬県を含む39県で検討している、うん、ということです、うん、4月7日に7都府県かな、うん、に宣言を発令しておりますので、うん、解除は初めてになりますもんね、うん、豊さんはどうですか。もう明日もしかすると解除になりそうですが、まあバランスだからねこればっかりは。まあ4月の頭の段階ではもうちょっとこうすごいことになるのかなと思ってたんですが、はいはい、まあ思ってたほどではなかったっていうかさ、まあ、割とそのなんていうの、海外のそれと比べれば割と抑えましたよね。抑えたように見えるので、うん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 、まあそろそろね通常に戻していく感じになるのかなっていうか、まあ流れ的にそんな感じじゃない。世界の動きもなんとなくこう解除し始めているので、うんうんうん、まあそろそろかなっていう気はしてたんですけど、まあね、韓国とかはね、でも昨日もこの間もクラスターがね、今発生しちゃってますけど、群馬県は7日連続で新規の感染確認が、まあ、なかったということですがね、まあ、第2波が来ないためにも解除をしてもみんながねどれだけ対策ができて、なるべくね、まあ、外出はなるべく控えるっていう、形はまあこれからも取っていかないと、もしかするとね、第2波が来てしまうので、なんかここまで我慢したから、なんかこうぶり返したくない。あ、まあでも大丈夫、ゼロはちょっと難しいんじゃないかなって。まあですよね。まあ、今後もこのウイルスとはこうなんていうのかな、人間は共存していかなきゃいけないんじゃないかなって気はしてるんで、まあちょっとね、僕は専門家じゃないんでよくわかんないですけどその辺がね、だからバランスだと思うんだよな。もうこれはどっかでこう、ね、でも経済もね、今ほんと困ってますので、経済を、まあ、回すためにも必要でございます。で飲食店なんですけど、この時間はですね、前橋街中を中心とした飲食店のテイクアウトとお客様をつなぐ情報ページ、マーエーテイクに掲載中の店舗をね、毎日1店舗紹介しております、はいはい、では今日の朝お話しするのはこちらの店舗です。桑の実さん、はい、もうこれはもう有名なね、お菓子屋さんでございますが、はい、西洋菓子桑の実ではですね、普段店舗をご愛用くださってるお客様へということで、外出自粛でもご自宅で美味しいお菓子を楽しんでいただけるよう、たくさんの種類の焼き菓子詰め合わせ期間限定の桑の実スペシャルセットを、もうこれ日付過ぎてるじゃないですか。あら、あれなのかな。ああ、ちょっと待ってくださいね、
このセットの、うん、がゴールデンウィーク期間中までだったのかな。そう、ただもしかするとインターネットでちょっとホームページ見ていただくと、もしかするとね、あのセット内容が変わりながらもあるかもしれないので、ちょっと見ていただきたいなと思います、ね。その後延期になりましたからね、はい。で、こちらのテイクアウトなんですけど、桑の実さんは、群馬の人気者、群馬ちゃんが焼き菓子になりましたということで、商品名は、ベイクド群馬ちゃんです。はい、これね、群馬県産の小麦でしょ、卵でしょ、牛乳を使っているんですよ。おそう。でね、もうめちゃくちゃ可愛いんですよ。ちっちゃい群馬ちゃんで、お土産とかにも大好評なんです。はい、ロック温泉プールの東側にあって、河内とかホットモットの交差点を南に向かって、左側にございますので、ぜひ皆さんも足を運んでいただけたらなと思います。はい、桑の実ロック本店からのお知らせでした。はい、以上、マイテクテイクアウト応援キャンペーンのコーナーでした。ありがとうございました。では、おはよう前橋からメールのテーマに移りましょう。はい、どうぞ。今日は黄色。はい、今日は黄色です。赤城山大噴火さんからメールをいただいております。では、豊さん、読んでください。はい。イエローといえば、メロイエローだね。以前販売していたジュースなんだけど、あーちゃんわかるかな、同じ種類でメローメロンというのもあったんだよ。こちらを知ってる人は超マニアです。私このメローイエロー知らなくて、いとこさん知ってます、うん、名前はね聞いたことあるよ。あるんですか。メローイエローとかさ、マウンテンデューとかさ、なんか何それっていうのがちょっと流行った時あったよね。いかにもなんかちょっとなんかこう色がすごいね。そう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 、イエローっていう、調べてみたら懐かしの炭酸飲料って書いてありましたね。なんかね、ごく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 すぐ飲まないでほしいみたいな。どういうこと。なんかペットボトルとか裏にイエロー、メローイエローは時計を気にせず自分のペースでゆったりしたひとときを楽しみたい人のための滑らかな味わいのシトラス系の炭酸ですっていう説明が書いてあるんですよ。へえ。へえって思いますよね。ストラスだって。ガブガブ飲んでもらった方が売れるんじゃないの。そうじゃなくて、ゆっくり、優雅な時間を過ごせってこと。そう。そういう飲み物だったっけ。なんですって。だからなんかこう昔飲んでいた炭酸飲料を思い出させるベーシックな、ものなんですって。そうね、なんかちょっと古いっつうとあれだけど、昔あったっぽいなっていうののなんか復刻で出てきたなっていうイメージはある、その辺のジュースっていうかさ、そうみたいですよ、だってこれ1983年に発売されてます、メローイエロー、でそれがなんか復刻やっぱされてますね、2011年に復刻されてる。2004年にまず復刻されて、2011年でも復刻されてる。ああ、だから当時飲んでた人たちが大人になってもう一回飲みてえなっていう。だからリスナーの皆さんにもメロンイエローとか、なんだっけ、緑イエローだっけ、なんか言ってましたよね、なんか。メロメロン。メロメロンか、だから懐かしいって思われてる方いらっしゃりそうですよね。ですかね、まあ世代でいそうだよね。続いてラジオネーム高崎のパパさんです。はい、今日はイエローで、豊さんは黄色い服を着てるでしょうか。いやいやいや、バラの花束を持ってきていて、こっそりあーちゃんと送り合ってることと信じています。だって。毎週花はねプレゼントしてるんですけどね、全然ね触れないから、磯志さんが今日もありがとねっていうのをね全然言わないんですよね。困ったもんでしょ。いやね、この作り方ね。もう毎回こうむしられてますからね。目の前で。そうそう。ひどい女だな。ひどいよ。いや、言ってんだろ。ひどい女だな。金目のもんにしろよ。最低じゃないですか、そんなの。いつもケツ蹴られてますね、私ね。本当に。なんか、宮田を通り越して気持ち悪くなってきました。そう、今日はイエローデーって言いまして、韓国のね、記念日なんですよ。はい。ね、恋人がいない男性は、黄色の洋服を着て、カレーライスを食べる。じゃないと恋人ができませんよ、っていうことで。厳しいルールだね。その反対で、ローズデーっていうのがあって、恋人同士はみんなお花束を送り合うっていうことでね、先のパパさん送っていただきました。ありがとうございます。そして深谷から木下さん、はい、黄色と聞くと信号機や工事関係で注意してくださいと一番に思いつき、食べ物だったらバナナやカレー、昨日は休みだったのと妻の仕事の帰りが遅いということで夕食カレーにしましたと。あと韓国にそういったことがあったんですね、頑張ってほしいのは豊さんとリスナーの太っちょさんですね、結婚できるでしょうかっていただきました。明るいな。
や。ああもうまとめてディスられてるじゃんかよ。一緒にしないでよね。はい、というわけで今日はイエローでお待ちしております。おはよう、マイナシーカラー。時刻は8時42分です。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と木村隆です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ今日も気温がぐんぐん上がってまいります。熱中症対策もぜひお願いいたします。そして乾燥しております。先ほどね、あの前橋市のあの小坂市町というところで火災があったそうですね。乾燥してるとね、火災も増えていきますので、はい、そちらの対策の方もよろしくお願いいたします。はい、さあそれではお待たせいたしました。続いてはこちらのコーナーです。チャイムだよ、キニーズ注目デイのコーナーです。このコーナーは新型コロナウイルス感染拡大防止のため休校となっている前橋市内の小学生に少しでも学校のリズムを取り戻してもらおうということで、1日3回チャイムと校長先生のお話を放送するコーナーです。今日はですね、下川内小学校の松村校長先生です。それではどうぞ。この時間は前橋青年会議所がお送りします。小学校の児童の皆さん、おはようございます。皆さん元気に毎日を過ごしていますか？毎日の勉強も頑張っていますか？毎日学校へ行けなかったり、友達と一緒に運動をしたり遊んだりすることができない毎日が続いています。本当に大変な毎日ですが、コロナウイルスから命を守るためですから、気持ちを明るく持って頑張っていきましょう。校長先生は休校中も毎日学校に来ています。校長先生だけでなく、下川淵小学校の先生方は児童の皆さんの休校中の課題の準備をしたり、皆さんが取り組んだ課題を確認したりしています。また6月1日からの授業の準備などもしています。先生方は職員室でもマスクをしっかりとつけ、窓も開けてコロナウイルスに感染しないように気をつけています。学校が休みの日が続いてしまうので、もしかすると皆さんは夜遅くまで起きていたり早起きをしなくなったりしてしまうかもしれません。しかし早寝早起きができないと生活のリズムが崩れ、体の調子も悪くなってしまいます。学校から配られた健康チェックカードや1週間の計画表を利用して毎日の健康を管理し、家でできる勉強や運動にしっかり取り組んでください。また食事の用意のお手伝いや後片付けなど、家の中で少しでも自分にできることがあれば、お家の人に協力できるようにしていきましょう。最後になりますが、休みの期間中も学校の先生に相談したいことなどがあったら、遠慮なく学校に連絡をしてください。6月1日に皆さんと元気に会えることを楽しみにしています。元気で頑張りましょう。
時間は前橋青年会議所がお送りしました。はい、下川淵小学校松村校長先生、本当にありがとうございました。みんなしっかりと校長先生のお話は聞けましたか？もし聞き逃してしまった、そんな方は後日前橋青年会議所の YouTube でアップされる予定ですので、そちらからお聞きください。さあ、このね、コーナーが先週の金曜日からスタートしたので、はい、木曜日担当の豊さんはこのコーナーをきっと初めて聞きましたね。はい、いかがでしたか？いや、もうチャイムの音とかが超ノスタルジーなんだけど、おじさんなんか悲しくなってきちゃった逆に。あと元気な生徒が起立中も例もね、なんか良かったですよね。後ろのバックの効果もいかがでしたか？いやーね、なんかノスタルジーだ。本当に、本当に各学校で効果も違うので、あ、じゃあ来週また違うのが聞けるってことね。そうですよ、楽しみです。これ朝昼夕と毎日やっておりまして、うん、5月末まででございます、はい、ね、前橋市内の小学校がの校長先生がね、うん、出ますので、うん、ぜひ皆さんお聞きください、はい、以上チャイムだよ起立注目デイのコーナーでした。さあ、それでは早速おはよう前橋からのメールのテーマいきましょう。今日のメールのテーマはこちらです。黄色。はい、今日は黄色ということで、ラジオネーム富岡のアリオンさんからです。本日のテーマはイエロー黄色、一言だけイエローカレーとくればキレンジャーでしょうと。はあはあはあ、なるほど。うん、なんかね、なんとかジャーがいっぱいいるんだよな。ママちゃんは戦隊ヒーローのイエローはカレーが好きというイメージが強いんですけど、初代のキレンジャーがカレー好きだったからそのイメージがついたのではないかなと言われています、うん、現在の戦隊シリーズのキラメイジャーのイエローは e スポーツ界のナンバーワンプレイヤーです。私はキラメイブルー推しですって。もう絶対わかんないよ。あ、いっぱいいるよな。でも、うん、キレンジャーってそう考えたらカレーっていうイメージをさ、作ったからすごいよね。キレンジャーっていうのがいたんですね。ゴレンジャーの、うん、ゴレンジャーっていうのがもともと最初にいたわけ。それが一番最初なんだけど、うんうんうん、ああいう色付きの5人組みたいな、はい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 、そこのキレンジャーは基本カレーを食ってるみたいな、うん、じゃあ見たことあるね、うん、あと今拓さんもね、うん、戦隊もののイエローって男優が演じたり女優が演じたりしますよねと、うん、レッドが男優、ピンクが女優って固定概念なのかな。ちなみに自分が好きなガオレンジャーとハリケンジャーのイエローはどっちも男優だったなーといただきました。全然わからん。確かに赤は男子、ピンクは女子ってイメージあるけど、うん、イエローは両方いるイメージです。あ、確かにね、うん、どっちがやってもいいね。うん、ねえ、ママちゃんとかはね、女性だけどやはりこう息子ちゃんがいるから常に見てるんでしょうね。あれ、でもブルーも割とさ男女どっちでもいいよね。確かにそういうイメージがある、うん、あるね、キラメイブルー推しっていうから、キラメイブルーはどっちなんでしょうね。男じゃない。イケメンなんでしょ。イケメンだそうね、多分 ね、 ね、うん、はい、で今回はイエローということで、うん、韓国ではね、うん、イエローデーというのがあって、恋人がいない男性は今日黄色いね、うん、洋服を着て黄色のカレーを食べてくださいっていうことを書いたんですよ、うん、私ホームページにも、うん、そしたら、うん、富岡のアリオンさんが、うん、何人かのリスナーさんが頭をよぎったのでコメントを自粛しますっていうメールもいただいております、はい、そうですね、トゥーパンプさんからです、はい、孤独死組合常任理事として私は潔く孤独死しなければならない責務がありますので、今日は絶対に黄色服を着ませんし、カレーライスも食べないでそうです。あら、潔いね。強がってますね。そうなの。そう、本当は欲しいですよ、トゥーパンプさんは絶対に。それより緊急事態宣言が解除されたことで一気に県外から人がなだれ込んできても大丈夫なように免疫力をアップするものをわしわしと食べることにします、うん、大事ですね。大事、確かに県外から、そうですよね、なるべくね、まああと1ヶ月ぐらいはなるべく県外には行かない方がいいんですかね。どうかね、わかんないよね。全然わかんないですよね。まあでもここで一気にみんなが動いちゃうと、もう大変なことになっちゃうからね、ちょっとこれは徐々に解除していった方がいいかなと思うんですけど、はい、ラジオネームハワイのママちゃんからです。豊くん、はい、あーちゃんも
マリリンちゃんもママも六白金星、黄色から金色で私たちラッキーチームなの。分かったかしら。よろしくねママより。はい。なるほど。そっか。金星、まあそうか。六白だもんね。まあ、ちなみに五土星っていう星もあるんですけど。五土星？五に黄色で土星っていうのがあるんで、まあ黄色は五かなみたいな。なるほどね。五土星。いとこさんは？一泊水星なんで。あ、そう、一泊水星か白か。はい、そっか、なんとかなんとかにはそういう色がちゃんとついてるのか。そうです。はい。で、六白金星はどちらかっていうと白かな。分類白なの？六白だから。本当だ、白が合ってる。八白なんでね。はあ、はい、じゃあお互い白ですね。そうね。また八白土星ってのもあるんですけど、ね、白が3種類あるんで。なるほどね。はいはい、では豊さん、メールたくさん来てますか。はい、さけ太郎さんです。さけちゃん、黄色、イエロー、昔は、うん、ファンからの黄色い歓声、豊くん。昔はって言われちゃってるよ。いやー、そうですよ。割とストリートとかやってる頃は女子高生とかいっぱい来てたんですけど、ね。あ、そうなんですか。でも今もね、ちょっとこれコロナウイルスってあれだけ ど毎週木曜日なんてね、豊さんのファンでいっぱいですよね。みんなどこ行っちゃったんですか。フォローめっちゃしてるよ。あの時の女子高生どこ行っちゃったんで。黄色いさくらんぼって歌知ってる？イソヒー。あ、ちょっと調べてよ。知らなかったから、はい、スリーキャッツって書いてあった。あ、割とちょっと卑猥な歌詞で気がしますけど。そうなの、まあ、お色気系なのね。後で歌っていただきたいと思います。BGM はイエローサブマリンか YMO かな。さて、男女関係にイエローカード状態のお二人様、言われてますよ。言われてますよ。これ以上こじらせるともう病気。痛い。うん、まあ公衆の面前で彼女から、あんたってなんてデリカシーがないのと言われてビンタ食らった人に言われたかないよね。そうなんですか。そうなんですよ。しょうもないね。酒太郎さん、何言っちゃったんですか、彼女さんに。デリカシーのないこと言ったんですよ。ビンタされたの。いや、なかなか手が出ることってないですからね。だからさ、言われたくないよ。俺そんなやつに。私もです。磯木さん言われればいいよ。なんでですか。はい、他にメール来てますか。じゃんじゃんどうぞ。ハレルヤ、ハレルヤさんです。はい、おはから。おはから。あーちゃん、赤木団のイベントが中止になって、ファンからの黄色い線を見られずにフラストレーション溜まってませんか。大丈夫です。元より黄色い声援はありませんから。のぶといおっさんの声で急げーっつってるから、みんな。いや、時々いるよ、可愛い声が。黄色い声援ってだって女の子が出すやつでしょ。キャーみたいなさ、出してくれる女子いるよ。嘘、そう、か細いちっちゃくね、うん、この遠い方でね。可愛いんだから、こうか細いのが。でもまあ大抵そのね、急げー。太い声の方が。のぶとい声が。黄色い声援ではなかったかな、ちょっと。どうですか、フラストレーションが溜まってますか。ちょっと、ね、皆さんに会えず、うん、寂しいですけど、私にはまだラジオっていうベテがあるので、そう、皆さんに発信ができることがね、あ、なんかよかったラジオって。他のメンバーのじゃつまんないね。そうですね。でもなんかみんな楽しそうにね、まあ生き生きと新曲に向けてレッスンしたりとか頑張ってますのでね、今後ともよろしくお願いします。はい、ラジオネームゴルゴ38さんです。はい、自分がすぐに思ったのはヒーロー戦隊のイエローですねとか、あとはルルちゃんが、イエローって言うとカレーライスですねと、私の知ってる限りではカレーライスが嫌いな男性っていないような気がします。ただ私ルルはカレーライスあんまり好きじゃないんですよ。あれ、でもね、カレーうどんは好きなのよ。白い服を着てカレーうどんを食べるときは注意ねといただきました。カレーライス好きじゃない方っているんですね。まあたまにいるかな。カレーとラーメンはもうなんかみんな好きなイメージあるけど、あ、でも私ラーメンはあれですもん、好きだけど、食べるのが、食べれないラーメンを。あー、麺すすれないの。そう、麺が吸えないタイプ。若い子多いよね今ね。そうなんですって。だから一回一回レンゲの中に入れて食べる。伸びちゃうね、そんなことしてると。時間かかる。サクサク食え。あれ、メールはありますよね。はい、ももじいさんからいただいてます。あ、そんなももじいさん、はいはい。まあ来てるんだけど、ちょっとこれどうかな。イエローカードかな。うん、これはね、イエローカード出します、あーちゃんから。はい、なのでちょっと読めないんで、まあざっくりと、あの真ん中は読まないんで、皆様おはからですと、今日のメールテーマイエロー黄色ということでね、お店の玄関では黄色いバラが綺麗に咲いてますとね、いただいてますんでね。それからイエローカード、はい、レッドです。イエローっていうか、飛んだ飛んだレッドに。これ読めません。はい、皆さんメールありがとうございました。さあさあさあ、
というわけで今日はイエローでお送りしてきました、うん、皆さんで、まあ、韓国の記念日ですけど今日は黄色のお洋服をちょっと着ていただいて、うん、カレーライスを食べていただいてね、リモートとかで彼女彼氏を作ること OK みたいなのでね最近流行ってるみたいなんですよ、なんかズームとかそういう、うん、なんだろう初めてネット上で会う人、うん、ズームっていうか動画で会う人と、うん、そういう合コンとかお見合いとかやってるんですって。あ、そういうマッチングが今流行ってんの。そう、最高じゃん。そうだから黄色服着てカレーライス食べながらリモートしながら、うん、ぜひ新恋人を作っていただきたいなと思っています、うん、はい、ありがとうございます。頑張ってくださいね、はい、高さん頑張ってください皆さん。皆さん頑張ってください。豊さんが頑張ってください。なんでだよ。はい、ではですね皆さん今日も気温がぐん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 上がってまいります、はい、ね、あのコロナウイルスの症状と熱中症の症状が似ているというところからね、うん、医療関係者の方もちょっとヒヤヒヤしています、はい、うん、重なってしまうとね医療崩壊になってしまいますよね、うん、いや本当だよ、うん、なので熱中症は皆さんの対策で、うん、防げることなので、はい、例年以上に意識しての水分補給だったり、うん、あとねマスクをつけたままの激しい運動は NG だそうです。あ、そうだよね、そうだね、そう、なので運動するときはなるべく人混みがいない、うん、人がいないところでマスクを外して運動 OK だそうです。はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、そして換気もねしてくださいね、はい、ではまた元気にお会いしましょう、はい、私磯日彩香と村隆でした。それではまた明日。昨日カレー食べちゃったんですけど、どうしよう、今日はもう食べません。じゃあ来週楽しみにしてますね。